中央区立女性センターの富田と申します。事業協力スタッフ養成講座はブーケ21で行われる講座や講演会を開催するために皆様に企画をしていただく事業になります。いろいろな専門の知識を得ながら勉強していって、最終的には講座講演会をブーケ21で開催していくことになります。なるほど。企画をする人っていうのは、はい、企画と運営をしていきます。あ、なるほどね。そうするとどんな内容の講座になるんですか？はい、ブーケ21は男女共同参画を推進する拠点の施設になります。はい、内容も男女共同参画に関する内容を皆様で考えていただきながら、はい、進めていくことになります。はい、で全部で何回？はい、全部でですね、講座自体は6回あります。はい、でその後、7回目に、講座講演会を開催し、8回目に、反省会や、修了式を行いたいと思っております。企画委員になって、はい、でその企画と同時に運営に参加すると。はい、それをとりあえずみんなで一緒に勉強して、はい、でだんだん慣れたら自分たちでもやっていくと。はい、そんな感じですね。はい、で最終的に終了したら、ブーケ21のスタッフとしてご協力いただくことを予定しております。来年のブーケ祭りの時には皆さん本当にデビューだね。あ、そうですね、来年のブーケ祭り の時には、こんなことをやりましたということが報告できるかもしれません。そういう、はい、はい、分かりました。はい、忙しいところどうもありがとうございました。 ありがとうございます。はい。